注目の頂上決戦みんなの本音が満場一致。ドジャースの大谷翔平投手30が25日、日本時間26日、本拠でのヤンキースのワールドシリーズ第1戦に1番 DH で先発出場。3打席凡退して迎えた第4打席でワールドシリーズ初安打となる翌フェンス直撃の二塁打を放ち、ムーキー、ベッツ外野手32の同点技飛を全立てした。チームは延長10回にサヨナラ勝利を収め、先勝した。1対2の8回1死走者なしで迎えた第4打席で大谷のバットが快音を響かせた。ヤンキースの3番手ワン・ケンリーに対し、1ボールからのチェンジアップを捉えると、打球速度 113.9 マイル、約 183.3 キロの痛烈な打球が右翼外の頭上を襲ったが、打球は惜しくも右翼フェンスに直撃。二塁への返球がそれる間に三塁へ進塁。次打者ベッツが変わった4番手の守護神ウィーバーから中堅へ技飛を打ち上げ、ドジャースが8回に追いつく粘りを見せた。2対2のまま試合は延長戦に突入。10回にヤンキースが1点を勝ち越したが、その裏に西満塁の局面でベッツが敬遠。3番フレディ・フリーマンが初球をライトスタンドに叩き込む決勝満塁ホームラン。劇的なアーチで勝負を決めた。この接戦となった試合に関して SNS 上ではドラマすぎ、ちょまじでレベル高すぎる、これだけの打撃陣なのに投手戦になるあたりにレベルの高さを感じる、コールとフラーティーマジで見応えしかなかった、スタントン絶好調すぎるだろ、大谷のスリーベースが流れ変えた。池のバントとマンシーの守備、ヤンキースの守備陣含め全てがレベル高すぎ、これぞ頂上決戦って感じ、などレベルの高さに驚く声が多く上がっていた。ドジャースが先勝したワールドシリーズ。4年ぶりの世界一へ幸先のいいスタートを切った。フリーマン男すぎる、鳥肌やばいって。コールのピッチングは本当に圧巻だったな。あれだけ投げて四球霊もすごい。フラーティも今日はこれ以上ないピッチングだったと思うけど、スタントンがさすがすぎた。大谷も明日以降にさらに期待だな。なんとかホームで勝利を積み重ねてほしいところ。手に汗握る試合、しびれる展開が続いたが、初戦にふさわしい試合だったな。ドジャースはベシアやトライメンなどの続投の安定感もでかかったよな。7回のスミスの初球が本当にもったいなかったけど、全ては全部布石だった。明日の山本にも流れに乗って完封してもらうしかないな。外、ジャッジ、スタントンを抑えてくれ。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。